どうも、投稿者です。北海道ツアーもいよいよ終盤の8日目に突入。この日は前日夜から降雪があったということで、ツアー2日目以来のパウダー狙い。くっちゃんに宿泊していたので、ニセコエリアでパウダーを狙うのがセオリーではあるのですが、ニセコエリアの微妙に物足りない降雪量と混雑回避の観点から、あえてニセコエリアではなく少し離れたエリアでパウダーを狙うことにしました。くっちゃんを出発し、車を走らせること約1時間でこの日の目的地となるスキー場に到着。というわけで、ツアー2日目にも北キロロスノーワールドでパウダーランを楽しみたいと思います。パート1の動画でも紹介した通り、キロロでパウダースノーを堪能するということであれば、中腹の冷やす雪台斜面であるパウダーライドを滑らなければ始まりません。そんなわけで、まずはキロロゴンドラに登場し、アサリエリアのトップへと登ります。この日も雪質は上々、期待が持てます。アサリパノラマコースからアサリダイナミックコースを経由し、エキスパート A コースへ入ります。ツアー2日目に来た時はただの急斜面の荒れ地でしかなかったこのコースも、すでに若干食われているとはいえ、朝一であれば普通に楽しいパウダーバーンでした。エキスパート A コースを抜けた先は、いよいよ大本命であるパウダーライドが待ち受けます。一気に大量に積もったというわけではないので、深さはそこまでではありませんが、だからといって底つきすることも全くありません。そしてなんといっても雪の軽さは抜群で、滑っていて本当に気持ちがいいです。やはりキロロのパウダーライドはレベルの高い、合格点をはるかに超える雪をオールウェイズ味わえますね。ここからは前日一緒にルスツで滑った後輩が再び札幌から日帰り参戦で合流。投稿者と友人3人プラス後輩の5人で引き続きパウダーライドを周回していきます。パウダーライドは非常に広大なバーンなので、スタート地点をずらせば無限にパウダーにやりつきます。そんなわけで、午前中いっぱいのキロロゴンドラを使い、このパウダーライドをラインを変えつつ滑り倒しました。この日は3連休の中日ということもあり、ゲレンデの人手自体は多かったのですが、ニセコエリアに比べるとパウダー競争率も低めだったこともあり、こういう楽しみ方ができるというわけですね。やはりくっちゃんから少し足を伸ばしてキロロに来たのは大正解でした。パウダーライドを散々滑った後は、2日目にも行ったマウンテンセンターのピザやピッツェリア絵画でピザを全種注文し、5人で平らげました。昼食後はもう一度キロロゴンドラを登り、アサリエリアのツリーランエリアであるパウダーリッジに入りました。ここは崖みたいな頂上急斜面の箇所もある、上級者以外お断りのツリーランゾーン。さすがに午後ということもあり、パウダーはほぼ残っておらず、斜面は完全に荒れ果てていましたが、かなりスリリングな滑りを楽しむことができました。パウダーリッジを滑った後は、2日目に来た時には滑らずじまいとなってしまった余市エリアの余市第一 A コースを滑りました。中腹からベースまでつながっているコースで、中程度の斜面と緩やかな斜面が交互に出現します。この日は圧雪バーンも含めて終日パウダー板で滑ったのですが、先端の太い板を履いていると整地に関してはこれくらいの斜度と長さが一番ちょうどいいです。その後は長峰エリアの上部分に移動、この日の滑走終了まで長峰第2 C コースを周回しました。おいおい、うぅ、うぇい、あ、価格に入ったかな。おい、キロロでの滑走終了後は、赤井川村営のカルデラ温泉によって疲れを癒し、
くっちゃんに戻った後はホテル近くの居酒屋に行き、酒と料理を堪能して北海道8日目は終了となりました。北海道9日目、2泊したくっちゃんのホテルをチェックアウトし、スキー場へ向け出発します。前日はキロロへ行ったものの、そもそも高いお金を払ってわざわざくっちゃんを拠点にしたのはニセコエリアのゲレンデを滑るためです。ということで、シリベシエリア滞在最終日となるこの日は、ニセコでも最も人気の高いスキー場でもあるニセコ東急グランヒラフで滑っていきます。ヒラフでパウダーを滑るとなると、やはり新雪の雪質が抜群の山頂のラージコースを滑りたいので、噂通り外国人が退去して押し寄せ、乗り場が大行列となっているゴンドラリフトを乗り継いでヒラフのトップを目指します。ベース出発からなんと50分ほどの時間を要し、ようやくお目当てのラージコースに到着。しかし一歩出遅れたことが大きく響き、バーンはほぼ荒れ果ててしまっていました。さすがインバウンドバブルに沸くニセコ、容赦のない食い荒らされっぷりでした。ラージコースは非常に人気の高いバーンなので、こうなることはよくあることで、そういう場合はキング第3リフト横のツリーに避難してパウダーを食うこともできていたのですが、今年はそれすらも不可能でした。ニセコ恐るべしです。それならば最終手段ということで、ガチ穴場コースである見晴らしコースへ行ってみることにしました。ここはヒラフゴンドラ折り場横の斜面を俳句することでしかたどり着けず、かなりの労力がかかり、それゆえに穴場となっているコースです。地獄のようなハイクアップを終えると、ようやくコースのスタート地点、目の前には羊蹄山がそびえます。私たちの目論見は当たり、雪は完全に残っており、勝利したかに思えました。しかしそこまで気温が冷えなかったことに加えて、標高も低めの日当たり抜群の斜面であるため、雪がかなり重たくなっていました。雪の重さといったら、もう新潟湯沢エリアの雪を彷彿とさせる重さです。ニセコにまで来てるのに、なんでこんな雪を食わされているんだろうと思いながら滑っていました。こうなってくるとパウダー狙いで滑るのはもう無理なので、おとなしく基礎板に履き替え、整地を滑る体勢にシフトした上で花園エリアまでやってきました。花園は近年一気に開発が進んだ高級志向のリゾートエリアで、高級リゾートホテルやルイ・ヴィトンのポップアップがあり、挙句の果てにはルイ・ヴィトンコラボデザインのゴンドラまで運行されています。まさにインバウンドバブルに沸く今のニセコを象徴するエリアです。肝心のゲレンデはというと、圧雪がかなりぬるくて、個人的にはかなり微妙でした。この日は友人3人のうち2人が夜の飛行機で東京に帰るということもあり、早めに上がりました。途中休憩のため寄った大滝のキノコ王国でキノコ汁を食べ、千歳へと向かいます。その後友人2人の見送りのため新千歳空港へ行き、小樽乳酸港で夕食。投稿者と友人1人は千歳市内のホテルに戻り1泊、北海道9日目を終えました。長かった北海道ツアーもこの日が最終日。本来であれば昨年滑った夕張のマウントレースイに行く予定だったのですが、この日は2月の北海道にあるまじき暖かさとなってしまったため、これは標高を上げないときついだろということになり、前日に急遽行き先を変更。もはやこのツアーおなじみとなった道央道サッソン道ルフトを使ってアサリインターへ。アサリインターからは道道1号線の山道を登り、千歳出発から約1時間半でこの日の目的地に到着しました。ということで、北海道最終日は開場以来札幌市民に愛されている札幌国際スキー場で滑っていきたいと思います。まずは標高 1100m の山頂まで登るゴンドラスカイキャビン8に登場します。国際に来るのは実はこれが通算3回目なのですが、いずれもすごい雪の日だったので、こんな晴れの日の国際は初めてでした。2日目と8日目に滑ったキロロと同じ山の札幌寄りに位置している高標高のスキー場なので、
てっきり結構パウダー志向のスキー場なのかなとばかり思っていたのですが、いざ滑ってみるとかなり設置の圧雪がしっかりとされたとても滑りやすいバーンばかりでした。前日滑ったヒラフ花園のぬるい圧雪とは大違いです。スキー場の規模はそこまでではなく、コース数も決して多いわけではありませんが、滑走距離 1000m から 2000m の長距離コースが揃っており、一部の上級コースを除き、どこも滑りやすさと滑り応えを両立させたちょうどいいシャド設定となっています。一部の上級コースというのがこちらのダウンヒルコース。その名の通り山頂からベースまでを一気に駆け下りるコースなのですが、途中に30度のシャドのコブ斜面が出現します。急斜面かつピッチもぐちゃぐちゃなコブなので難易度はかなり高め、私は前日から泊まったホテルの空調にやられて完全に体調が終わっていたこともあり、ただでさえ難易度の高いコブには全く太刀打ちできませんでした。おお、コブ斜面が終わった後は再び設置斜面に戻り、ベースまで帰ってくることができました。この日はこの後に荷物の発送やレンタカーの返却もあるということで早めに撤退。北海道10日間の全滑走を終えました。札幌国際スキー場を後にし、北道を出山。事故でアサリインター入り口が閉鎖されていたため、銭箱インターから高速に乗って千歳へ戻ります。千歳市内のガソリンスタンドでこのツアー最後の給油をし、板を発送するためヤマト運輸のセンターに立ち寄ります。板の発送と荷物の整理を終えて、10日間私の足代わりとなってくれた NBOX 君をレンタカー会社に返却。10日間の総走行距離はなんと 1568km となりました。レンタカー会社の送迎車で新千歳空港まで送ってもらい、荷物を預け、空港内の白樺山荘で北海道での最後の晩餐。新千歳空港発羽田空港行きエアブス36便に搭乗し、北の大地に別れを告げました。これにて10日間の日程で決行した北海道スキーツアー2024は完結となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録もお願いします。また次の動画でお